高松の宮。高松の宮は、かつて存在した皇室の宮家。1913年、大正2年7月6日に、大正天皇の第三王子、信人親王によって創設された。1947年、昭和22年の伏見の宮家皇族の親戚降下後に存続した宮家の中では、最も創設時期が古い。ただ、 有栖川の宮の祭祀や財産を継承していることから、三宅としての伝統はさらに遡るとも言える。高松の宮の子は、有栖川の宮の旧将であった。有栖川の宮の最後の当主、武人親王が、死死と根人王に先立たれたまま1913年、大正2年に皇居したが、大正天皇の特使により、第三王子、信人新郎、当時8歳が、 有栖川の宮の祭祀を継承した。旧皇室天畔では皇族の養子縁組が禁じられていたため、信人親王は有栖川の宮そのものを相続するのではなく新たな宮家を創設した上、有栖川の宮の祭祀や土地などの財産、そして一部の旧審、家来を継承するという形が取られ、宮郷には有栖川の宮にゆかりの高松の宮が与えられた。信人親王は、 徳川義信の孫娘であり、竹人親王の外孫でもある、徳川菊子と結婚したが、夫妻の間に子はなかった。1987年、昭和62年2月3日に、信人親王、また2004年、平成16年12月18日には、菊子がそれぞれ皇居し、廃絶となった。信人新郎は8歳で、 高松の宮の宮号をお菓しされた後も引き続き、1904年、明治37年地区の青山東御殿、御子御殿、明治時代は高村御殿と通称に住まい、1922年に竹人新郎被子が皇居した後は、東京市麹島地区三年町、現東京都千代田区長田町、内閣府庁舎付近にあった有栖川の宮邸を継承する。 昭和に入り、三年長の本邸が、外務大臣官邸に転用されることに伴い、高松宮邸は、芝区港は西大町、現、港区高輪一丁目の高輪御殿、高輪御所に移転した。高輪御殿は1891年、明治24年、明治天皇第六王女、上宮雅子内親王と第七王女、周宮房子内親王の住まいに定められ、1915年、 大正四年から1924年、大正十三までは、皇太子、広人親王の東宮所だった。高松宮邸となった高縄御殿には1931年、昭和六年、宮内省匠寮の設計による洋風の本館と和館が竣工。本館の外館は、チューダー様式、内装は、雪中様式とし、1階は、皇室として、駅間室、大食堂、 新食堂、茶会、晩餐会用などが、二階は、支出として、殿下御所祭、非殿下御今などが設けられた。また庭園には、神殿、有栖川御礼殿。戦後、大見神宮に、一区を鎮座した。幸い、太平洋戦争の空襲被害には遭わなかったが、広大な敷地は、戦後、信人親王の意によって縮小され、払い下げられた場所には、 港区立高松中学校や、都営高輪一丁目アパートなどが建てられた。また本館は1949年、昭和24年、貿易庁の迎賓施設、高輪閣として改装。かつて、信人親王の国際関係特別秘書官であった、川添博士を支配人に据え、連合国軍最高司令官総司令部の高官や、大公使などを接待したり、 結婚披露宴を催す施設に転用された。夏季は、邸内のプールを、近隣の子供たちに開放した時期もあった。公輪閣を出た、信人親のお夫妻は、木造平屋建ての和館で寄居していたが、公輪閣が、老朽化によって1972年、昭和47年に取り壊されると、翌年、跡地に再び、平屋建ての宮邸本館を建設し、2004年、 平成16年に、信人新と引久子が皇居するまで使用した。また和館は、仁和寺に移築され、貴賓室、高松宮記念書院として使用されている、非公開。現在、宮邸敷地及び邸宅は、高縄皇族邸として、無人のまま区内庁の管理下に置かれている。2017年、平成29年12月、2019年4月の、上皇。 秋人の上位後に設置される予定の戦闘御所改修、従来の東宮御所を上皇の宮廷に転用までの御家具、戦闘仮御所として使用されることが発表された。職員住宅だった敷地の南東部分は菊子費の公居後に売却され、住友不動産が2007年、高級分譲賃貸マンション、クラッシーハウス高輪を竣工。一室に、 高松の宮悲願研究基金の本部事務所が入居し、事務所内には宮邸の居室が再現され、信人新郎や菊子妃が愛用した調度品が展示されている非公開。高松の宮家は、有栖川の宮家から、沖縄島別邸、福島県山郡沖縄島村ほか、葉山別邸、神奈川県三浦郡葉山村と麻布御用地、東京市麻布区。 現在の東京都港区麻布森岡町ほかを引き継いだが、麻布御用地は1934年、昭和9年、東京市に払い下げられ、有津川の宮記念公園として整備された。沖縄島別邸も1952年、昭和27年に、福島県に払い下げられ、現在は、天協格及び、福島県営品館として公開されている。また、 大イグルサ領内新王の秘書地として1895年、明治28年に設けられた宮の下御用邸、神奈川県足柄下郡箱根町を1933年、昭和8年から宮の下別邸として所有。この別邸は1946年、昭和21年に藤屋ホテルへ譲渡され、同ホテルの別館、菊花僧として現存する。 早間別邸は1987年、昭和62年、信人親王の皇居に伴う相続税支払いのため、住友信託新宅銀行に売却され、跡地には2003年、平成15年に、神奈川県立近代美術館、早間館が開館した。西園寺金持ちの別荘だった、座魚荘、静岡県伊原郡沖津町、現在の静岡市清水区、 建物は1970年に博物館、明治村へ一区も、ひとじき、高松の宮が所有していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。